はい、おはよう。はい、おはようございます。じゃあ今日は車を紹介します。はい、お願いします。いつも遠征するときはこんな感じです。まずこれベストとか、はい、意識、着替え、意識、はい、でこれ真夏の半袖、はい、でこれがウェットタイツ。ウェットタイツですね。はい、休憩用の椅子、はい、まあ引き舟、はい、引き舟で仕掛けボックス。仕掛けボックス、タモ、タモ、はい、ベルト、ベルト、でクラボックス、クラボックス、はい、プラス今回新しく、はい、ベッドキット入れました。ベッドキット、はい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 、うん、ベッドキット厚みありますね。この感じがいいんだよね。柔らかくもなく硬くもなく、はいはい、で、まあ、ベッドキットの付属品としてフロント用の段差をなくす、段差をなくすボックスで、それはなんか引き出しかなんか、ね、でこれがこれがもうおー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 、これ何ですか。グラサン、グラサン、ランタン、ランタン2つまだ入るけどね。で収納ボックスになる、収納ボックス、はいはいはい、でフロントこれがフロントの、フロント用の、はい、フロント用のマット、はい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 、ちょっとこっちですね、はい、でこれがリア用マット、リア用マット、はい、でこれが、リア用のマット、はい、トランクボックス、おお、これも、あ、そのハリケースなり、ハリケース、ハリケース、いいですね、ハリケース、いいですね、仕掛けケース、はい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 、こう子供の頃になんか大事なものってこうちっちゃいのにしまったことない、そうですね、そういう覚えがあって、なんかこれはすごいなんかワクワク感が、ワクワク感ね、でこれをここにセット、セット、セットします。倒します。シートを倒してこれをセットして、はい、でもうここ平らね、平らになりますね、フラット、でこれで、はい、リア用シート、リア用マット、はい、セット、これね、セット、もうこれ、はい、動かんね、はい、でフロントはあ、ロッド、はい、一番大事な、大事なロッドケースね、ロッドケース、はい、あとお着替え、お着替え、はい、お着替えですね、うん、はい、でセットするのにこれを抜いて、ヘッドレストをまず抜くと、抜く、はい、抜きます、でシートを一番前にずらします、はい、ずらします、はい、で倒します。あ、この後、そしてフロントの、フロントの、あ、じゃあこれじゃ下のこの三角じゃないですかね、三角、三角入れるの忘れたわ、はい、三角をどうやって入れるんですか。あ、はいはいはい、うん、そこでここがちょうどこの高さが、そう、これつらい位置、つらい位置になると、はいはい、うん、計算されてるんですね、うん、計算されてる、つらい位置ね、そしてで、これつらい位置ね、つらい位置になった、ちょっと待ってくださいよ、そのつらい位置ラインを、うん、つらい位置、つらい位置、つらい位置、はい、ペットのライオン、はいはい、そしてで、ここにフロントマット、フロントマット、お、これするとベッドの完成。ここでこれ、今までいろんなベッド使ったけど、これが一番いい。あ、まあ、悪いところを強いて言えば、汚
来たばっかに車に積んだ時にこのボックスのフェルト貼ったる、はい、この接着剤の匂いが車の中にする、でも3日くらいするとなくなるんで、はいはいはい、まあ、それぐらい。今までいろんなトーナメント行ってあのいろんなベッド使ったけども、やっぱりこれが一番疲れが抜けるし、こんだけ手足が伸ばせるっていうのはやっぱりかなりのアドバンテージ、はいはい、うん、なると思う。やっぱりこの隙間にやっぱこうやってボックス、そう、このボックスのこの、ね、このそういう秘密基地を開ける感じ、そういうのが本当いいです ね。これ小物ここも入るし前も入れるし、ね、でこれもね、こういうところで座りながらこうやって開けれるもんで、なんかこう寝ながらなんか欲しい時でも開けれるっていう、入れるっていうね、うん、もうこれ素晴らしいと思うね。うん、まあこの寝て分かったと思うけど、この硬さ、うん、そしてこの平らな本当にフルフラットになる、フルフラットなこの感じ、これ確かにすごいな。これこの感じはすごいと思うよね。ですね、うん、これは買ってよかったですね。うん、もうこれ買ったら他のベッドキットは多分使えないね。うん、それだけ馴染んだ。昨日も3時間とか寝てみたけど疲れがない。やっぱりそれはすっきりした顔しますもん。すいませんでもやっぱり寝るっていうことはやっぱり一番大事だよね。ですね、うん、いいっていう感じで新しい兵器を入れました。 OK です。買ってよかったですか。バッチリ最高っすいいところは汚れ取ってもこの PVC のPVC っていう素材なんですか。素材のマット、はいはいはい、服とほら濡れとってもああもうすぐにすぐに綺麗に、で今サラサラですね。サラサラ、これ濡れとると、汚れとるとこ、はいはいはい、全部こうやって拭いてもほら汚れが綺麗に落ちる。あすごいな、これすごく計算されてますねこれ、うん、でじゃあ一回寝てみるね。はい、お願いします。身長167俺が、はい、その僕が寝てこんな感じ。あーいいですね。ちょっと昼に休憩したいとか、はい、あれでも全然いけますね、うん、で何がいいってやっぱりこのベッドのこの硬さ、うん、これが通常もうちょっと柔らかいやつも多いんだけど沈み込みがあれですよね。でこれ底打ち線と、うん、でこれ底打ち線ってことはあれあの腰が悪い人でも、うん、腰が痛くならない。そうですね、うん、もうこれはやっぱりね特筆すべきところだね、このベッドのこの硬さっていうのは。これどこのメーカーなんですか。車内泊専用、はい、モコっていう会社のモコ、はい、でまあこれあの DIY で作る人もいるけど、まあやっぱそのメーカーさんが作るものはやっぱりこんだけしっかりしてるよと。しっかりしてる。ただきちんとできる人はこれでできるんだろうけど、まあですね、あの、うん、全然へこんでないですね。足もっとはいけんすか。いや全然いける。ほら、ほら全然いける。こっち取ってみ、全然頭余ってるから、ほら完全に伸びる感じ。ああ、ちょっと待ってくださいよ。あ、全然余裕ありますね。うん、あだって180ちょっとあると思うんだ、この長さが。ですね、いけますね。だって普通の大人だったら普通寝れる。チートで寝とった人のことを考えも本当にこんなフラットで寝れるっていうことが全然違いますわね。あのトーナメントとか行った時に、うん、やっぱり寝不足だと、はい、あれなんだよね、次の日答える、次の日答えるし集中力が途切れるんだよね、良質な睡眠するにはやっぱりこれ最適だと思うんだ。本当にあれですね、これ底打ち本当ちょうどええ加減の。ちょっと自分で乗ってみると分かるよ。いっぺん乗ってみ、もうすごくこれは寝れる。だってこれもう俺の最終兵器だね。おう収納します。はい、ベッドキット、はい、でフロント用のボックス、はい、でシート立てます。立てます。バック、バックヘッドレスト、ヘッドレスト、ちょっと待ってくださいよ。はい、ヘッドレストオン、オン、オッケー、収納終わり。でそのままこのシートを前に前に折って、でこれをこうやって立てたら収納オン。収納早いっすね。早いね。でこの道具くんたちをそのままざっくりと、このままざっくりこうして、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 で椅子をしまって、船を入れて、
で、ハモ。ハモ入れて。タックボックス。タックボックス。そしてでこれはフロントに収納。フロントに。じゃあ今日は任務完了したから帰る。はい、ありがとうございました。釣りせずに帰るわ今日は。はい、お疲れさんです。もうベッドで満足したから。もうどうせならここに寝ててください。アバよ。アバよ。じゃあな。タックお疲れー。はーい。